営業中でございます、開店しましたわちょっとあの寝不足でちょっと眠たそうなんですけど元気です。今日も配信、あ、配信します、はいはい、今日は雨が降ってましたね。すごい雨がたくさん降ってるイメージ。なんか最近パーカーかわいいじゃん、イエーイ。なんか最近雨がよく降ってるイメージで、私なんかすごいクセっ気で、そして毛量が人に対して多いんですよ。だからすごいなんか雨が降ると髪の毛がすごいボンバーになるのでってなりました。なんかちょっと気分がうんってなるんですけど、あのこの低いのテンション低く見えるのはあの雨が降ってるからじゃなくて、ちょっと寝不足なんだけです、はい。で、あのなんでパーカーをつけてるかというとですございますとね、あの最近パーカーが役立つ季節になってきましたね。しかも雨が降って傘を持ってない時とかにパーカーをかぶって走ればいいみたいなところあるんで、しかもあったかいしちょっと羽織ったらいけるみたいなところがあるので、パーカーが役立つ季節になってきたのでパーカーをかぶってきました、イエーイ。あとなんだろうな、うん、あ、そうですね、寝違いは治りました。お茶おいしい。お仕事します、バイちゃん頑張って。そうね、昨日は公園に出していただけて、あのすごくかた楽しかったですね。やっぱりチーム E とか青春ガールズとか最近出ししていただいてすごい楽しかったですね、あのすごいほののさんの生誕祭がすごく素敵で、あのどんぶりいただけて、あのほののさんのファンの方が出演者全員か分かんないんですけど、皆さん私たちにほのかってほののさんの名前が書いてあるなんかマークのラーメンの丼をみんなに配ってくださってて、すごい嬉しかったです。あのラーメンのディスプレイ見たらすごいですよね。あれ私の生誕祭はどんなになるのかな、なんか落ち着いたやつになりそうですね、落ち着いた感じ。まあなんかここ1年ぐらいかな、16歳は落ち着いた感じの素が出せるようになってきたから大人っぽいのになりそうですね。楽しみです、とっても大人っぽいのすごい好きなんで。ネタ系よりも綺麗系の方が好きです私はねえママ、うん、パーカー女子は需要高いと見た。確かにいいよね、可愛いよね、パーカー女子って。パーカーがいいよね。ね、感動しましたよね。生誕祭の要望ありますか？要望ですか、まあ、やってくださることがすごい嬉しいので、もうなんか落ち着いた感じが私は好きですかね。ねえママ。なんかすごいこの何年かですごい大人っぽくなったので、大人っぽさがあるものだったら私はすごく嬉しいの。でも開いてくださること自体がすごい私は感謝なので、生誕院というものができたので、皆さんよければ生誕院にメガイちゃんが気になってるよって方をお手伝いしてくださったら嬉しいです。はいあ、なんだい LINE だ、 LINE が来たぞ。まあ後でメガイさんの生誕祭はラーメン屋に張り合って焼き鳥発
砂肝にしよう。あ、こちょっと嫌かなねえママ、ちょっと嫌かな、大人っぽいものにしてください、お願いします。ちょっとそれは嫌かな嫌ってかちょっと、うん、なんかね最近ね、ちょっと思ったことがあるんですけど、まあ思ったことというか私のファンの方にはいないと思うんですけど、なんか最近公演に出させていただいたりした時に、まあ青春ガールズ公演とかを出させていただいた時にね、私のファンの方はなんかそういう方はいないと思うんですけど、ちょっとマナー違反というか、ちょっと周りが見えてないかなっていう方がやっぱりちょっと見えるようになって、ちょっとそれでちょっとだけ楽しめなかった時とかがあって、なんかちょっとすごいね、少しでも周りを見て公演を楽しめるたらいいなってちょっと思ったので、はい、まあ私のファンの方にはいないと思うんだけどね、私が見た限り私のファンの方はすごいその青春ガールズの日にいっぱい私のファンの方が入ってて、なんかすごい嬉しくて、で私ファンの来てるファンの方は把握してたので、見えたらね、立ち見席とかもお見送りとかで見送りとかでもあこの方来てたなとか、ツイッターで来るって言ってたなとか思いながらなんかやってたので、私のファンの方とか私のうちわを持ってくださってる方とかも全然もう普通に空気読んでくださったんですけど、ちょっとたまにんって思う方がいて、ま私たちが MC をしてる時とかにトークの MC でそんなことないよとかだったらすごいいいんですけど、すごい最前の方が話しかけてきたり、あとは私が自己紹介を喋ってる時にそんなことないよとかはいいんですけど、すごいなんていうんですか、叫び散らしてる方とかが他のメンバーの時とかもあって、ちょっとマナーが悪いなと思ったりする時がちょっと増えてきたから、私の見た中で私のファンの方いなかったんですけど、なんかその日の DMM を見てくださってた方とかがちょっとなんかマナーが悪いなと思ったっていうのも書いてあって、青春ガールズ公演って調べたら、なので少しでもね応援してくださってるファンの方々の一部の方々がマナーが良くなるといいなって思いました、はいって思ったってことですね。なんか私たちもねちょっとびっくりしちゃうから、北海道で公演してほしいね、楽しみ。メガイちゃんいいこと言うあ、でもねこれはね本当に分かってほしいのが、たまにいるね、そうね、みんながみんなそうやってマナー批判とか空気が読めてないっていうわけじゃなくて、一部の方なんですね。で一部の方だからこそなんかすごい だけど一部の方に私はすごい直ってほしくて、より良い公演をすごい作りたいんですよ。なのでまあここで発言したんですけど、多分私のファンの方はしてる方はいないので、でもなんか一部が目立ってしまうじゃないですか。例えば優しいコメントがたくさんある中に一つ批判するきつい言葉があればそっちに目を向けられるような感じで、一部のファンの方がなんかちょっとマナー違反をしてたら、初めてのね SKE 劇場に来た方は SKE のファンの方ってとかこうちょっと怖いなって思われたりしまったら嫌じゃないですか。だからそういうのを私はもう本当にやってほしくないから、まあ、私たちもねいろんなマナーの中で活動してるので、大きな声で本当にやめてって言えないので、まあ少しでも自分かなって思ったら直してほしいなって思いました。みんながみんなじゃないからね、だからそれだけは。カップには何が入ってるのですか？お茶お茶が、私あんまジュースを飲まなくて、まあさっきのお話は置いといてね、本当に皆さん気を悪くしたならごめんなさいね。でも今日の配信来てる人ではいないと思うんだな。ね、マナー違反はダメですよね。マナー違反というかんって思うことが、あ、特茶じゃないよ、黒ウーロン茶です。自分の家で炊いてる。私ねジュースを飲まなくて、てかちっちゃい頃から野菜ジュースぐらいしか飲まなくて、コーラとかもたまに飲むんですけど、なんかなんて言うんですか、甘くて
なんかちょっと気持ち悪くなるんですよね。タピオカとかも飲むけど、なんか最近ちょっとあんま飲めなくなってきたので、なんかそう、なんか私お茶がすごい好きなんですよ。だからすごいずっとお茶か水を飲んでるイメージです。僕はジャスミン茶です。なんかね、ジュース自体になんか抵抗が出てきました。なんかわかんないんですけど、なんかちょっとずつ体型を気に、なんか全然痩せたわけじゃないんですけど、体型を気にするようになってから、なんか甘い糖分がめちゃくちゃ入ってるものを控えるようにしました。でも自分のご褒美でご飯だってたくさん食べるときはありますけどね。炭酸は苦手じゃないです。でもね、多くは飲めないんですよね。やっぱりねがいちゃん大好き、ありがとう。私も大好き。俺の声ステージまで届かない。あ、ん？自分は SK48 ファンですって。そうですね、堂々と言えるのは行動や言動に気をつけます。そうですね、こうやってこう思ってくださる方がいるだけですごい嬉しいですね。それがちょっとマナー違反してる方にも思ってもらえたら嬉しいなって思います。甘いものを体が欲するときない。それはね、私飲み物じゃなくて、飲み物に行くんですけど、飲み物に行くよりかはケーキとかに行くので、私やっぱ昔からお茶か水を飲むちっちゃい頃から習慣が多かったからね。昨日もねがいちゃんに釘付けでした。釘付けありがとうございます楽しかった昨日。ママさん用のねがいちゃんとお揃いのジャケット、明日劇場に持っていきますね。ありがとうございます。劇場スタッフが注意しないとダメだよね。違うんです、劇場スタッフさんが近くに来た時にすっごい静かになってて、ああと思いました。ケーキ何が好き？フルーツタルト好き。私はチョコレートケーキが好きです。次はどんな DVD 見たいですか？プラダを着た悪魔ねえ、ママは何が見たい？あ、E.T. E.T. とプラダを着た悪魔が見たいかな。あ、プリティーウーマンね、いいね。プラダを着た悪魔と E.T. かな。あ、でもね、さっきのね、やつの話ね、すっごいね、そういう私が言ったりするとね、あんまり公演出てないくせにとか言われる場合があるので、ツイッターでの拡散はしーでお願いします。まあね、今ここでもしね、その方とかたまに見に来てたりするとっていうので見に言ったので、まあね、私も批判されるの怖いんですけどね、ちょっとあれはちょっと見るに耐えなかったから洋画が好きなんですね。そう、ここだけの話ね。ねがいちゃん悪くないよ、ありがとう。でもですね、どう、何かな、なんか最近あった話。なんかね、今日ね、百均に行ったんですよ。百均に行った時に、なんか足つぼマッサージのねやつみたいな、板みたいなのが売ってるらしくて。なんか私も足がすごいむくむようになったんですよ、なんかこの季節とか、足ダンス踊った後に。だからなんかその足つぼマッサージ、こういうピンクの板みたいなやつにこう足、両足を乗せてふみふみしたら、なんかそのツボに当たるデコボコしたやつみたいなのが100均とかダイソーで売ってるらしいんですけど、行ったら売り切れてなくて、めっちゃ悲しかったっていう話ですね。買いたかった。おすすめの映画教えて。おすすめの映画は、E.T. とか、プリティプリンセス、ターミネーター2とか、E.T. でしょ。あとは、
プラダを着た悪魔、アリス・イン・ワンダーランド、ナルニア国物語、魔法にかけられて、マレフィセント、美女と野獣、シンデレラ、白雪姫、リトルマーメイドとかかな。あとは何だろう、あ、ワイルドスピード、パパが好きかな、ワイルドスピード、あとは何だろうな、あ、パ、何やったっけ、パコと魔法の絵本やったっけ、パコと魔法の絵本だったかな、とか、うん、これから推しメンとして応援しますやって、今日初めてショールーム見たけど、ありがとうございます。嬉しい、楽しみ、ありがとう、選んでくれてありがとうございます。ラジカルネオナイトめっちゃ面白かったよ、めっちゃ楽しかったです、本当に楽しかった。苗ゼリフがすごい難しくて、大阪弁とか出したらいいかなと思って、ちょっと大阪弁を多く活用してみました。怖がらないで。今日ももちゃんはね、あっちで寝てます、あっちで寝てる。森のくまさん分からんかった。それね、もっと長めにしたらよかった。あとでネオナイト聞く、ありがとう。ラジカルネオナイトメールいっぱい送ってありがとう。アイメイク綺麗、そうなんですよ、パパがクリスマスプレゼントで、あのアイシャドウ、あのアイメイクっていうね、あのアイシャドウの化粧品を、あのクリスマスプレゼントで送ってきてくれてお願いしてたので、ママも早めにパパにクリスマスプレゼント送ってくれて、私も早めのクリスマスプレゼントで使う、今日初めて初って使いました。パパありがとう。メガイちゃんの声とても聞きやすいね、本当ありがとう。可愛いやつでしょこれ。あともう一、あのね、このパウダーとこのアイシャドウの02番03番のやつ、あともう一個これと一緒の違う色のやつが届くんですよ、パパがね、あのセットで買ってくれたんです。あと今日こたつで、あ、こたつ今日じゃないんですけど、こたつデビューしました。10期のショールームを見れた、見れてないんですよね、うん。見れてないんですよね、どうしようって感じです。電気は入れてないよね、今は入れてないですよ、あの見てる時に見てます。あのパウダーいいやつ、そうなんですよ、こたつ早くね、早いんですけどね、ちょっと足が疲れちゃった。朝一がなんか寒いよね、その時につけてる。赤はあんまり私はつけてない、ママがつけてるから。ハロウィンの前にクリスマス、深池は時代先取ってるね。あ、後でインスタグラム更新します、インスタグラム更新するので皆さんコメントよろしくお願いします。この前70件パンダのやつコメント言ったら次45件ぐらいだったので、ちょっとうーんと思っちゃったので、今日皆さんコメントしてください、コメントいいねしますのでね。そのこの日ね、アイメイクを頑張ったんですよ、で綺麗なアイメイクにしようと思って頑張ったので、皆さんよければいいねしてね。あとね、イヤリングがチームイって書いてるんです。メガイちゃんのメイク好き、そうでしょう、メイクの勉強してるんです。
願いちゃんの握手会に行ってみたいです。ミナルンさんには認知してくれました。あ、ぜひ来てください。フラストレーションも、フラストレーションの握手会、 SK48 の個別握手会でも AKB でも待ってます。誰かにメイクしてあげたことある？ないですね。私は自分のメイク、あ、ないですね。あとはね、なんかすごい私メイクの勉強するようになって、メイクの勉強ってどうやってやってるの？インターネットとかでバーって調べて、例えば肌のパーソナルカラーっていうのがあって、イメージカラーっていう感じ、私の肌のカラーだったらイエローベースとブルーベースっていうのがあるんですよ。イエローベースの方、私ブルーベースよりのイエローベースの肌がちょっとだけ白くて、で、あの夜型になると霞んでいくから、あのイエロー、ブルーベースよりのイエローベースなんですけど、イエローベースの人に似合うのは、似合うアイメイクとかアイシャドウは茶色とか、リップは赤とか、ブルーベースはピンク色とかなんですけど、私はブルーベーよりの、イエベー、ブルーベーよりのイエベなので、あの赤リップとかの方が似合うんですね。で、赤リップ、ここのあのアイシャドウが茶色とか、ちょっと赤茶色とか、そういうのが似合うので、そういうもの、あと黒のアイラインとかが似合うので、あのそういう勉強をこう自分の肌を測ってやってみたり、あのメイクのこのメイクの仕方とか、リップの塗り方、チークの塗り方とか、そういうのを勉強してますね。あのこうなんていうんですか、リップスっていうアプリがあるんですけど、それでみんなが投稿してるんですよ。いろんな人がこの化粧品いいよとか、この洗顔いいよとか、そういうメイク落としいいよとかいうやつを見て、なんかあ、これいいんだとか思ったり、あのあ、このマッサージ方法いいんだとか、むくみ取るのにこれがいいんだとかいうのをこう調べて勉強してますね。やっぱり自分の良さを引き出すためには肌の色とかを測った方がいいのかなと思って。ねがいちゃんは高校生ですか？高校生です。化粧品屋さんの店員さんに聞いたりは、あ、してます、してます。そしたらね、なんかやっぱり一緒だった、ブルーベースよりの、あ、ブルーベよりのイエベでした。私ね、肌がねちょっとだけ白いんですけど、夜になってくすんだりするので、そうだからね、赤リップが似合うんですよね。赤色のリップ、でもね最近あるじゃないですか、赤色のリップで化粧が濃い子がアイドルに多いって言われた、言う方とか、なんかちょっと大人っぽいメイクがあんまり好きじゃないっていう言う方もいるんですけどね、難しいよねなんかうーんって感じですね。まあね、今はなんか韓国メイクとかが流行ってるんですけど、私はね、あの自分の肌の色とか自分に合いやすい色を選んでやってるので、もうちょっと難しいよね。全員が全員赤リップつけてるから、なんかみんな一緒の顔、なんかみんな一緒のメイクしてるよねってなるんですよね。難しい。可愛さ増し増し、イエイやはり大人っぽいメイクが好きなのかな。そうですね、大人っぽいメイクが好きですね。てか必然的に赤いリップを使うと大人っぽくなるんですよね。でもね、オレンジと赤色のリップが私の肌の色には合いやすくて、顔には合いやすいので、オレンジか赤を使ってるかな。ちょっと濃いめのピンクとか、あと赤茶色。みがいちゃんは赤いリップのイメージ、そうね、オレンジリップか赤いリップ、そして赤茶色かな。勉強は楽しいですよ。私は自分の好きなことは好きなので、数学とか現代文とかそういう勉強は本当に苦手で、本当に嫌いなんですよ私。英語とかもういやーってなるんですけど、メイクとかダンスの練習とかそういう勉強はすっごい大好きで、とことん取り組む派なので楽しい時代に流されず自分の似合うのを研究してるの素敵やん。ありがとうございます。なんかね、照明に当たる時のやり方とか、だから舞台に上がる時はね、なるべくね濃いめのメイクをした方がいいんですよ。光でね、色が飛ぶとか、カメラで飛ぶとかがあるから、キラキラのやつとかちょっと派手めにしたりします。そこまで派手めじゃないか。でもねがいさん、さらに美人になりましたね。なんかね、メイクと
とってもね、ちょっとね、顔がね、昔よりちょっと違うくなってた。でも言葉遣いものすごく丁寧。そうですか？ありがとうございます。敬語が多いからかな。ティントは公演の時だけ。あー、ティントリップは普段も使います。握手会とかでも水を飲んだりするので、口紅が取れちゃうんですよ。そしたら私一気に顔色が悪くなるので、地の唇がちょっとだけ青色っぽいんですよね。青色っていうか、なんか、顔色悪く見えるよって感じなので、ティントはつけてるんですけど、そうね、難しいよね。なんかこういう話って勉強とか、なんかメイクはあんまりしない。なんか今の時代は男性でもメイクする方とかが増えてきたんですけど、芸能人の方とかも。だからなんか、まあでも普段メイクしない方とか難しいよね。女の子ならわかるとかあるんですけど、まあわかる方もいるかな。入った頃は本当に自信なさそうで、配信でも泣きまくってたもんね。まあね、今でも全然自信はないけど、ちょっとだけファンの方がやっぱりね、いるっていう自信がやっぱり昔より、ファンの方がいるからっていう、大丈夫だよ願いって考えれるようになったかな。メイクは感性の部分が多そうで大変です。そうかな、やってみれば楽しいよ。でも私はね、まあ、イエベ寄りの、ブルベ寄りのイエベとか肌のやつやってるんですけど、なんかそういうの抜きでなんか楽しみたい時は楽しいんでメイクするので、ピンクの口紅使いたい時は使うし、ピンクのチーク塗りたい時は塗るし、赤系のやつとかやるとかそういうのもあるんですけど、なんか私絵描くのがすごい好きなんですよ。でなんか絵描くときって絶対に紙って真っ白じゃないですか。そこから色を足したり、線を描いてったりするのが好きなので、なんか顔も化粧するときの顔もなんかパレットだなって思いながら描いてるので、自分の良さを引き立つための色とかを使って描くのがすごい楽しいので、絵を描くのと一緒ですね。なやまま、そうだね、私は絵を描く感性でメイクをやってます。勉強しながらね。そう、ベってベースのベ、そうですね、ブルベ、ブルーベース、イエベ、イエローベース。ねがいちゃん女子力高いですね。もう全然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 、もう全然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 。あ、パレットじゃなくて、あ、そうだ、キャンパスだ。かっこいいこと言った気がしたけど、キャンパスです。あー、こういう時に滑っちゃう、やだー。あ、最近ね、夫婦女子さんのやつをのお仕事をさせていただいてですね、ねがいちゃんはなんかふとした瞬間に面白い言葉を使うらしくて、すっごいなんかね、ラーメン屋さんの名前とかはちょっとまだ出せないんですけど、すごいいい感じに撮っていただいたり、もうすっごい美味しくて、もうすっごい美味しくて、でもスタッフさんとかも優しくて楽しかったです。ねがいちゃんがメイク尊敬するメンバーは野村美桜ちゃんと須田あかりさんかな。須田さんはすごい自分の見せ方がダンスでもいろいろうまいなと思うので、すごい尊敬してます。私のね、初期の頃本当にメイクもちんぷんかんぷんで、メイクなんてしたことねえよって感じだったので、何アイシャドウって、何アイシャドウの組み合わせって、アイラインってどうやって描くのって感じだったんですけど、そのそれで全然メイクしてなかった時に、2分間 MC がにて研究生で出て一発目の人だったので、そしたらなんか全然メイクしてないじゃんみたいな、スピに近いよ、メイクさんにアイラインとか描いてきてもらいなって言ってくれたのが須田さんだったので、すごいなんか尊敬してます。私は末永さんもうまいですよね。わかります。なんかね、うまい人が多すぎて尊敬するメンバーってね、なんか分からなくなってくるんですよね。
初めてメイクした自分の顔を見たとき違和感あった。ありました。なんか地の顔よりなんかすごい綺麗な顔になったなとか、肌が綺麗になったなとか思ってびっくりしました。ラーメンはこってり系かさっぱり系どっちが好きですか？どっちも好きなんです。塩ラーメンも脂っこいのも大好きなんですよ。本当にニンニク入ってるの最高。まあまあ勝ちきて、ニンニク最高よね。ママとラーメン屋さん行ったよね最近ね。めっちゃ美味しかったよな。鶏ベースのラーメンなんですけどすっごい美味しくて、で私でもね今まで行った中で、あの夫婦女子のラーメンね、うん、あの今まで行った中で一番美味しいラーメンって。それはママはパパと行く、一緒に行こうや。ちょっと待って、置いてかんといて。来てくださいって言ってもらったから、そこのオーナーさんに。あのオーナーさんがいたんですよね、そこ の, あの私の夫婦女子で撮影して、名前はまだ言えないんですよ、うん、ごめんね、うん、でもねあのねちょっと行っちゃダメってなってるので、ちょっと発売日近くにまた告知させていただくんですけど、そこに行った時に本当にもう今まで食べたラーメン、いっぱいいろんなお店行ったんですよ私。もう家系ラーメンも いろいろな種類のラーメン屋さん行ったし、一人ラーメンもしてきたんですけど、こんなに美味しいと思ったラーメン屋さん初めてで、もう今まで食べたラーメンの中で一番美味しいですってあのオーナーさんに伝えさせていただいたら、すごい嬉しそうな顔をしていただいて、あのスタッフさんも温かかったし、ラーメンも温かかったし、その日は晴れてたし、もう最高な日でした。また呼んでいただけたりすると嬉しいなと思います。ラジカルネオナイトの前に撮ったんですけど、1日に2つお仕事があって、もう本当に早起きだったんですけど、めちゃくちゃ楽しかった。ニンニク美味しいんですけど、私次の日とかにあの、まあ、握手会とかこうレッスンとかあると人に会うから、例えば学校がある子とかも会社の方とかも一緒なんですけど、匂いがあるじゃないですか。食べれないんですよ、いっぱい出たいのに。悲しい、そこがチって感じですね。それはぜひ行かなければ。本当にね、お仕事させていただいたから美味しかったとか抜き、もう抜きで、もうスタッフさんとかと一緒に最後食べさせていただけるんですよ、お昼ご飯のとして。みんな美味しいって言ってた、やばって。それもね、私の付き添いのマネージャーさんがすっごいラーメンが好きな方で、ほんまに、ま、私の付き添いのね同行のマネージャーさんがすごいラーメンが好きな方やねんか、一人ラーメンめちゃくちゃ行って、遠いところまでラーメン行ったり、北海道に行ってラーメン食べに行ったりする方で、あの仕事とか行った時にね、だからその方もめっちゃ美味しいって言ってたから、本当にラーメン食べてる人でも、いろんなラーメン行ってる人でも大絶賛したから、本当仕事抜きなんですよ。仕事とかでたまにね、自分の好きなタイプのご飯じゃなくても美味しいって言わないといけないみたいな、芸能人とかあるじゃないですか、そんなんないから、ないです。もう本当に美味しかったです。ぜひぜひ食べていただきたいと思ったので、あの本当にあれですね、紹介す、あの告知寸前、告知させていただくときにはお名前も載せていただくので、皆さんよければぜひ行ってください。本当に並んででも食べる価値があるよ。来ます、来ます。とりあえず今年ラーメン120杯食べてるよ。それはちょっと控えた方がいいかな。それはちょっと控えましょうか。うん、あの体が塩分取りすぎちゃうよ。ラーメン好きやし、ねがいちゃんが言うなら行きます。本当に大絶賛ですよ。あ、インスタントラーメンで私がおすすめなのは札幌一番塩ラーメンです。いつも食べてる。ちっちゃい時から、ちっちゃい時から食べてる。あのごまがいいんですよね、最後にかける。ママが、まあ、忘れんねん、いつもだから願いがごまないよ。ネビオンに指摘されごまごまっていう。そういう関係ですね。
可愛いやって、ありがとう。あ、札幌一番の味噌ラーメンも美味しいよ。美味しい。パパは味噌派やね、多分。味噌派。私塩派なんですけど、どっちも美味しい。強いて言えば塩が好きかなみたいな。チャルメラも美味しいよね。あのごま油。美味しい。美味しいんですよ。もうやだ。ラーメンごま最高。そうね。ラオウの担々麺も美味しいよ。でも私的になんか最近ラーメンじゃないんですけど、これは春雨スープってあるじゃないですか、うん、あの担々麺のやつがすっごい美味しくて、カロリーも低いじゃないですか。でなんか、まあ、スープも飲んでもカロリーが低いから、それとあとまあカロリーが低い塩おにぎりとかおにぎりとかを食べると、もう本当にそれだけでお腹いっぱいになるので、本当に皆さんにおすすめです。うまかっちゃんじゃないよね、チャルメラよね。チャルメラ、あの おじさんがあの屋台引いてるやつ。岐阜タンメンも美味しいよ。美味しい、ね、でもそん中でやっぱり今回お仕事させていただいたね、長野のラーメンやっぱ美味しかった。私は、うん、一番なんて美味しいんだと思いました。でもね、今深夜あのこれ今ね飯テロみたいなもんですよ。私もお腹が空いてきちゃったので、うん、これぐらいにしましょう。太っちゃう今食べた。あー、せっかく5時から6時の間に食べて、太らないゴールデンタイムに食べたのにね。死んでるやつ。今日はサンマと豚汁でした、うん、今までの中でママが作ってきた中のやつが一番美味しかった。チキンラーメンね、私チキンラーメンはね最後も全部食べれないんよね。ちょっと途中で気持ち悪くなっちゃうんです、昔から。なんかわからないけど、スガキ屋も美味しいね。スガキ屋のいいところはやっぱり私が好きな、もう本当に好きなのは味もいいんですけど、あのスプーンの形、うん、スプーンとフォークが一体化してるところもういいですよね。最高。よく食べに行ってた大阪の時。なんかこういう好きな美味しい話とかそういう話をできてすごい嬉しいですね。風邪ひいて喉が、咳がひどくて辛いです。元気が出る言葉ください。きちんと薬を飲んできちんと寝てくださいね。頑張って。私もちょっとだけ咳が出てるんですけど、それはあのね、私も治そうと思ってるので一緒に治しましょう。これは元気が出る言葉なのかな。薬寝てくださいね。先割れスプーンや、うん、あれいいよね本当に。あれ欲しい。売ってるよね。売ってたな。でもやっぱり私欲しいものが2つあるんですけど、ご飯の中で、うん、びっくりドンキーのあのハンバーグのプレート、木のプレートあるやん。あれね、欲しいね。伝わる人には伝わるんですけど、あのハンバーグのお皿があるんですけど、お店で出てくるあの木の売ってるんですよ。あとスガキ屋。さっき割れスプーン。めっちゃ好き。お腹すけど幸せ配信。イエーイ。ジャンク系は、ジャンク系って言ったらポテトとか。マクドナルドも大好きですよ、私。もう大好き、本当に。太るけどね、太るけどね、太るけどね。あ、ビクドンの元店員でした、ポテト店長。店長なんやなんや、パパから電話か、うん、ビッグドンって略してますよ私は。びっくりドンキー、ビッグドン。
ポテトが無性に食べたくなるときなりあります。でも太っちゃうから我慢するんですよ。はあ、なんか全然痩せれなんか体なんか痩せれなんか痩せるように頑張ってるけど全然痩せれてるわけじゃないんですけど、太らないように気をつけてます。ママ、はいはい、何やってるの？何の話？してるよ。うん。大丈夫。ねえねえ、ご飯の話置いときましょう。私がお腹空いてきてしまった。いやん。今日青春ガールズ公演やったのね。いや、皆さんが宣伝してくれてるかなと思って、ショールームとかよく宣伝してくださってるやん、うん、見たら、あ、たくさんツイッターで皆さん宣伝してくださってる。イエーイイエーイ。先輩と話せるようになった。まだちょっと恥ずかしがり屋が出てるんですけど、話せるようになった。次の日から実行じゃなくて、ラジカルネオナイトの日から実行した。すごい、ね、次の日も話しかけた熊崎さん、うん、あの好きな番組での話で盛り上がった、うん、これこうですよねとか分かるって言ってくる好きなった話しかけれるようになった。いい娘の人、菅原さん、うん、にも菅原さんとも話す全然、うん、今欲しいプレゼントありますか？お洋服とお靴。お靴インスタグラムのフォロワーともフォロワーもじわじわ増えてるね。そう、宣伝してくださってる方とかがいるから本当に増えてきました。あとブログにもね載せてるしね。ありがとう。今日のね、あの配信終わりにも更新するので皆さんコメントよろしくお願いします、ね、コメント書いてくださったらいいねをするので。スギチルは楽しいですか？主なスギチルさんの活動内容があんま分かってなくて楽しい、まあね、ワイワイワキあいあいするのも楽しいんですけど、うん、あんまり活動してないので分かんないですね。でも楽しいですよ。10期生は大阪の子多いって聞いたで。そうなん？まあ、全然知らない。本当に10期生分からないまた。SK なんですけど、ちょっと全然分からなくて、ちょっとどうしよう。まあね、皆さん合格してくださった時にきっとお会いできると思うので、楽しみに待ってますね。人見知り発揮。人見知り発揮です。10期生候補84人入ってくるわけじゃないよな。4人受けてるよってこと、ショールームで。あー、びっくりした。84人も入ってきたらちょっと危ないよ、いろいろとも楽屋爆発大型は人見知り多いってラジオで言ってたね。そういえば肩こりはないですか？肩こりめっちゃしてる。ネガイちゃん真面目だし A 型っぽいって思った。O 型なんですよ。蚊に刺され全員が
うちの家系全員大型です。大型です。今日も黒ウーロン、今日も黒ウーロン、イエーイ。ミニオンのねファンの方からいただいたマグカップ使わせていただいております。ありがとうございます。今日はミニオン、めっちゃ音、音ヘチです。我が家と同じやん。めっちゃ色白やな。え、全然全然全然、ちょっと色は白いけど、そんなに、うん、その音好き。メガちゃんって一人娘ですか。ブブー、姉がいます。います。姉にあの頭いいのは全部取られました。でも愛嬌は願いが勝ってると思う。もわん、姉妹揃って笑顔は素敵よ。いいこと言うね。あーちゃんは、あーちゃんって呼んでるんですけど本名は違うよ。あーちゃんはね最近願いに構ってくれないのよ、彼氏ができたから。高校生の時代、高校生から付き合ってる彼氏さんがいるんです。あーちゃんね構ってくれないのよね。 LINE の数も減って、うん、この前韓国の旅行行っとったよ、うん、プレゼント買ってきてくれるからお土産許すけど願いはどこ行った。弟いません。弟はいません。でこの前ね、あの大阪にね、あのこの前の大阪みなぬさんのやつの見るために帰ったの前の時に、あのあーちゃんとゲームできるかなと思って彼氏いた。彼氏いた。朝起きたら彼氏いた。いいやんか彼氏。一緒にゲームしたよ、うん、もう3人で、うん、どう対応したらいいんやろと思って。めっちゃ優しい方なんよ。そうだね。どう接しようみたいな、義理のお兄さん的な感じで接したらいいのかな。でゲーム教えてくださったんですけど分からなくて、なんかあーちゃんがずっと笑ってたイメージ、うん、恥ずかしかった。でなんか SNS 用の写真を撮ってくれて、なんかラブラブすぎて構ってくれないのがちょっと、あの彼氏さんに嫉妬ですね。でも言い方だから憎めねえ憎めねえ。お姉ちゃん愛知で仕事してないよ。もうしてないね。もうしてない。大阪よね。イケメン。はいはい、うん。でもなんか顔より中身がめっちゃいい人。うん、すごい。頭いいしね。うん、よく数学やってくれた。ありがとうございます。彼氏さんとあーちゃんは同い年。同い年やね。高校時代から付き合ってるから。同い年ですね。まるで漫画のよう。何ミブルズとかな、ちょっと羨ましいなと思って。あーちゃんが、私彼氏や、彼氏が羨ましい。あーちゃんとずっとおってやろ、毎日電話してんのやろ。願いには LINE くれへんのに。あーちゃん妹忘れてしまったんや。あーちゃんはそんなことないよ。仕事でどっちって言うたら彼氏ひどどっちって言ったら今はやっぱ彼氏なん？血のつながってる妹はどこに行った？いやそれはそれ、まあでも喧嘩よくしてたから、うん、はあ、悲しい。もうすぐお兄ちゃんになるのかな。許さん、まだちょっと許しません。結婚してほしいですよ。 あーちゃんもね幸せになってほしいので結婚してほしいんですけど、想像できん。あーちゃんがウェディングドレス着てる姿綺麗だと思うよ。綺麗やけどお兄さんとは呼べへん、まだ恥ずかしい。お兄さんって感じが、なんか
でもね、ラブラブよね。お似合いよ、うん、あそこまでいいカップルは見たことない、うん、あーちゃんが付き合ってる中で一番いい人よね多分。一人目はねちょっとひどい方やったからまあそれはそれ腹立ったけど、うん、願いのあーちゃんになりすんねんと思ってたな、うん、この野郎と思った彼氏さんが元彼がいたんですけど、本当にあれはひどかった。でもね、名前は出さないよ。今のあーちゃんの彼氏はすごいいい人だから、まあ、許せるかな。まあね許した姉と年離れですか。離れてるよな、案外。6歳離れてます。お父さん許してるよね。もう全然一緒に鍋食べたり、一緒に鍋食べたり、なんかもう仲いいもん。仲良しですね、パピーは。パピーは複雑じゃないよね。なんかなんてウェルカムみたいなところあるよね。全然ウェルカム。ウェルカム。ウェカレトゥトゥルジャパリカテテテドタンバタン大騒ぎ。してるこの歌。獣フレンズ。姉妹っていいよね。ねえ、あもう時間じゃね、52分やん、うん、あもうどうして私は10時までしかできないの。ひん願いの健康考えてくれてんねんな、そういうことよね、うん、でももうちょっと12時まで寝てる、もう願い寝てるわ、うん、悲しい。あーちゃんに怒られちゃう。あーちゃんの恋愛を話すなって言われちゃう。でも見てないからきっと。お仕事してる今日は、うん、そうだね、いつもお仕事してるけど、ちょっとみんなしーよ、あーちゃんの彼氏の話とかツイッターに拡散しないで、うん、あーちゃんの友達も見てるから願いのツイッターフォローしてくれ、ありがとう。すごい、君は歌が上手なフレンズなんだね。そうです、あ上手じゃないけど、お兄さんが見てるかも。お兄さん見てない、お兄さん大変やから今。今ねお勉強中やろ。うん、もう今自由。今自由、頑張れお兄さん頑張れお兄さん、もう許した。あーちゃんを幸せにしてくれる人だから許すわ。優しいやろ、願い。かいちゃんさんがありがとう、ブラファーネックさんが花束、かいちゃんさんがクマ、ワッキーさんがいいね、ブラファーネックさんが尊い、なおちゃんさんがハート、腹の下がポニョさんがパンプキン、ほまれさんがかわいい、みーさんがハート、メガネ丸さんがクマさん、かおちゃんさんがかわいい、ブラファーネックさんがパンプキンハート、しげさんが花束、ワッキーさんがハート、トラベシャーさんがだるま、しげさんがクマ、鈴木さんが花束、しげさんがパンプキン花束、メガネ丸さんがパンプキン、鈴木さんがパンプキン、メガネ丸さんが花束、メガネ丸さんがパチパチ、しげさんがいいね、かわいい、鈴木さんがくまさん、ハート、まさんがハート、鈴木さんがだるま、ありがとうございます。ありがとうございます。そしてあの20位から読んでいきたいと思います。あの20位から1位まで読んでるんですけど、そこの中に入れなかった方も私は来てくださったことに感謝してるので落ち込まないでね。20位がともともさん、19位が S さん、18位がカンちゃんさん、17位が夢であえたらさん、16位が MJA さんなんかいい感じで読んだな、うん、15位がミーさん、14位がガラオネさん、13位がメガネ丸さん、12位がカイちゃんさん、11位がタクミフェルトさん、10位がミーコさん、9位がカズさん、8位がハユさん、7位がホマレさん、6位がナオちゃんさん、5位がワッキーさん、4位がブラハーネックさん、3位がトラビシアさん、2位が鈴木さん、1位がシゲさんです。おめでとうございます。パチ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 、はーい、フラストレーションの個別握手会と AKB48 の握手会があるので、よければ皆さん試しでもいいので来てくださったら嬉しいです。そしてですね、あの今 SNS はインスタグラムとツイッターとモバメとブログをやっていますので、よければ登録とフォローよろしくお願いします。このね配信が終わった後にインスタグラム更新しようと思ってるので、コメントをしてくださったら嬉しいです。願いが見た時にあのハートを押すので、そのコメントにいいねを押すので、皆さんよければ書いてください。そしてフォローしてください、よろしくお願いします。そんな感じ、言いたいこと言えたかな。
はい、今日も配信に来てくださってありがとうございました。皆さんよく寝てくださいね。今から夜勤の方適度に頑張ってください。頑張りすぎは注意です注意ですあのね、はいはい、 SK48 を日本一のアイドルにすることが皆さんの願い、それが私の願いでもあります。はい、 SK48 初期生のチームいい深い願いです。深い願いでしたよああまず間違えた、ね、あと公演の感じで言っちゃった。深い願いでした。バイバーイ、おやすみなさーい。おやすみなさーい、ありがとうございます。インスタグラム見てね。あ、この前あのストーリー更新したんですけどもう消えてる。24時間やから。おやすみなさーい、バイバーイ。